リビングエンドは、オーストラリアのビクトリア州メルボルンで1994年に結成されたバンドである。クリス・チェニー、スコット・オーウェン、アンディ・ストラッカーの3人からなり、1990年代の後半に、ダブル A メンシングル、セカンド・ソリューション、プリズナー・オブ・ソサイティで知名度を得た。2006年現在までに、オーストラリアで5枚のアルバムと1枚のシングル集をリリースしている。 また、アメリカとヨーロッパでの成功も獲得しており、バンドは毎年ジャックアワードに選出されているほか、アワード最優秀ドラマー、最優秀男性パフォーマー、テレビライブ出演最優秀バンドなど、多数の受賞歴がある。クリス・チェニーは1950年代のロックンロールを愛しており、バンドの初期の音楽性にも多大な影響を与えている。 彼ら自身は1980年代のオーストラリアのロックがバンドに重大な影響を与えているとみなしているしメンバーの成長に関して何に感謝するかといえばそれを挙げている。スコット・オーウェンは1980年代のネオロカビリーバンドであるストレイ・キャッツにダブルベースやラブソングの影響を受けている。他のロカビリーへの影響としてデブレンド・ホートンハートや エディコクランがある。リビングエンドは自らをパンクイデオロギーのロックンロールバンドと考えており、同じ傾向を持つバンドとして、イギリポップ、ザフー、ザジャムを挙げているほか、周囲に社会的な論評を広げることを目的としている。また、1990年代のパンクリーバイバリストである、ランシドに好意的である。しかし、彼ら自身は、 自らがパンクバンドであるとは考えていない。他のバンドで、例えばサム41のギタリストであるデリック・ウィブリーなどは、彼らは本当に良いミュージシャンであり、リビングエンドと共に旅することができるなら嬉しいと述べている。リビングエンドは多くのミュージシャンやアーティストと活動を共にしている。ありがとうございます。